積極的にこう再生医療を活用するっていうのは時代が来るかもしれないなと思います。いろんな機関なんかも、はい、もちろん将来的には作れるようにもなるし、はい、2099年ぐらいまでにはサイボーグ化してたいなみたいなのはあります。皆さんこんにちは。こんにちは。天野スコープのお時間です。イエーイ。よろしくお願いします。ということで、はい、もうあの本当に川島 CTO を迎えして盛り上がってきた第1回第2回とね、はい、今回ちょうど第3回になるんですけども、はい、今回はちょっとその未来への展望っていうことで、はいはい、あの本当にいろんな未来がたくさん描かれてると思うんですけども、はい、そういったこれからのですね、はい、世界のお話なんかをぜひ聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ、いきなりあの絵が出ちゃってるんですけど、あ、いい、あのバイオニクを作るにあたってそのカレントシステムを我々は使ってますっていう話をさせていただきました、はい、でカレントシステムにはやっぱり普通の動物と同じように餌が必要ですっていう話で、はいはい、でその餌をの環境コストをより下げた餌を作ろうっていうようなプロジェクトが今動いていますと、はい、でそれは何かと言いますと、その藻類を使ったその、はい、あの餌を作る、はい、で藻類っていうのはそのビタミンも作ってますし糖類も作ってます、はいはい、でよりこうあのエネルギーの変化効率が高いっていうのを言うと、なんかその要は少ないエネルギーで多くのものを作ることができる、はい、っていうのが藻類の特徴としてなってます、はい、で今我々出会ったりとかその大学東京女子医科大学の清水先生と一緒に共同研究をしてまして、はいはい、でまあ、これら の, その藻類からエネルギーを作ることができるとよりその環境コストをこう、うんうんうん、低く肉を作ることができるっていうのをやってます、はい、なるほど、はい、これでもまあそうですね、牛ちゃんだって草を食べて肉になってるわけですから、はいはい、あのカルネットシステムの、はい、餌というか培養液も藻類からできるとより、まあ、効率がいいということですね。そうです、はいはい、でまあ、ちょっとどういうことかっていうとですね、なんかその、はい、よくあの例として出してるのがこう食物網ってご存知ですか？あ、いやいや分からないです。あの食物連鎖みたいなこういうピラミッドしか、ね、はい、食物連鎖をこう図にしたのがこう食物網っていうやつでですね、はい、でこれは何かっていうと要はな何かが何かに食べられてみたいなのをこう図式化したものになってます、はい、で基本的に藻類っていうのはあの他 の, そのエビとかいろんな動物に食べられて、はい、であの最終的に人間になるっていう風な人間にこう食べられるっていうか、うんうん、あの流れになってるんですけど、はい、そのカルネットシステムっていうのはこの食物網を超効率化するような装置と言えることもできるかなと思います。なるほど。で要はそのカルネットシステムがそのシステムの中に入ることで藻類からいきなりエビの肉を作るロブスターの肉を作ったり、うんうん、でそれをあのいきなり食べることができるみたいなのができると、はい、でこれ何が言いたいかと、このこれまではその地球っていう巨大なフィールドの中でその餌ができてたんですけど、はい、餌っていうのはその食、うん、食べて食べて食べて、そうそうそう、食べて食べてみたいな、で我々のが食べるロブスターになってたんですけど、まあ、それをこう超小資源化することができる、それが何がにつながるかっていうと、この宇宙の、はい、そのいきなり宇宙が、なるほど、宇宙環境で、はい、そのいわゆるその肉を作るため の, そのすごく重要な技術になると我々考えてます、はい、なるほど。でこれそのスペースフードスフェアっていうそのコンソーシアムがあるんですけども、ここに我々も参画してまして、はい、で将来的にはその月面であったり宇宙空間で肉を作るためのプロジェクトを今動かしてます、はいはい、なるほどですね、はい、もうそういったこう食べ物のこういう連鎖システムがなくてもいきなり肉になっちゃうわけですからね、はいはいはい、なので地球にも優しいし、はい、将来的には宇宙にもそういう技術を持っていきたいっていうのがいて、でうちの会社の中にも宇宙野郎が何人もいまして、はい、俺は宇宙に行くんだっていう人間が、まあ、将来的にそのバイオニクのメンテナンスチームとして派遣されるっていうことがあるかなと考えてます、はい、いやでも絶対そうですね、食料は切っても切り離せないんですからね、はいはい、なるほど、これは素晴らしいですね、はい、もうワクワクしかしないですね、はい、でその絵がこのあるんですけども、はい、この中に我々入ってまして、左 の, そのサンドバッグみたいなやつが、はい、その肉を作っているキャラクターで、これなんかあの肉じゃなくてこう結構こういう SF 映画のブク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 みたいななんかいきなり人ができちゃうような絵にも見えちゃいますけど、はい、まあ、そういうのももしかしたらできるかもしれないそうですよね、はい、はい、でも本当にで真ん中の部分
そうです、これは藻類を育てていて、そこからそのあの培養液を作って、はい、左端のそのカレントシステムで肉を作るっていうようなあのシステムになってます。なるほどなるほど、はい、これでもまあ宇宙もそうですけど、もちろん地球上でもこういうものがどんどんこれからはできるイメージですよね。はい、もちろんです、あの地球でも肉を作ることができるし、宇宙でも同じような肉が作ることができるっていうのが我々の一つの目標になってます。なるほどですね、はい、でまあ、肉の話ずっとしてきたんですけど、はい、あの私一番初めの生い立ちでそのハムシ、はい、自転車越えたバチバチ当たるあのハムシが、はい、あの原体験となってやってるっていう話したんですけども、はい、そのカルネットシステムっていうのはその我々が、まあ、死んじゃう頃かわからないですけど、2050年とか2100年にはなんかちょまた別の使い方がされてればいいなと思ってるっていう話をさせていただければなと思います。はい、はい、ぜひぜひ、はい、いきなりなんですけど、そのさっきも言った藻類から何を作ってるかで、まあ、その糖分を作ろうとしてて、はい、でその中でその細胞がエネルギーにするのグルコースっていうあの専門的な、はい、あの専門用語でその糖をあの指し示す言葉でグルコースのがあるんですけど、はい、グルコースって実際はそのリチウムイオン電池よりも数十倍エネルギー密度が高いと言われていて、はい、そうなんですか、でそれをこうエネルギー源として動く細胞もなんか、はい、もしかしたらこう食べるだけじゃなくて環境に優しいことできるんじゃないかなと思っていると、はい、っていうのがあります。はい、でちょっと絵心がなくて恐縮なんですけど、これカメムシちゃんで、はい、でカメムシがプーってお鳴らすると、はい、その我々の鼻の中にある神経細胞ってそれをこう電気信号に変換して、はい、その脳に信号を送ることができますと、はい、でその神経細胞っていうのはグルコースをエネルギーに動いているっていうので、はい、あの細胞特徴的な匂いを電気信号に変換する機能を細胞は持っているっていう話です。はい、であと逆にカメムシが危険を感じると、はい、その匂いを出せってメールを送る、まあ、要はロボットみたいなその仕組みを持っているし、はい、そのカメムシの匂いの成分を作ってるのも細胞なんです。なるほどなるほど、はい、つまり細胞って匂い成分作るし電気信号に匂いを変換することもできるし、なんかいろんなことができそうだと、はい、で音っていうのは我々耳の中に入って電気信号に変換しますし、はい、あのちょっと前に流行ったのはその渡り鳥が、はい、その地球上の磁場をこう可視化してるっていうニュースがあったと思うんですけど、おうおう、まあ、それでこう、はい、いわゆる磁場を電気信号に変換することができるし、はい、我々の目っていうのは色をその全て電気信号に変換してますと。確かに確かに、はい、でカメレオンとかタコっていうのは、はい、その皮膚の色を変えたりすることができます。はいはいはい、はい、でホタルっていうのはグルコースから電気を生産します、あ光を生産しますと、はい、で我々の肝臓っていうのはグルコースとかから、まあ、熱を生産してますし、はい、その電気ナマズっていうのはグルコースから電気も生産することができますと、はい、なんか くどいんですけど、何が言いたいかっていうと、我々が作ってるカルネットシステムっていうのは、はい、その細胞を長期間その飼ってあげることができるシステムとしてあるので、将来的にはそのグルコースから電気を生産したりとか、あのグルコースからいろんなその人間が求めるような家電製品を細胞で作ってあげるみたいなことができると考えてます、うん、なるほど。でそれの一番のメリットは、はい、その腐るっていうことなんです、はい、で今まではそのいろんなその装置とか機械とか作った後ほとんどがリサイクルできずに埋め立ててるんですけど、はい、その多くを細胞で作ることによって、うん、まあ、それらをこうあの捨てたり燃やしたりとかして自然に返すことが容易になるっていうような素材を作りたいなと考えてます。なるほどですね、はい、こんな感じです。これもなんか、漫画というか絵にしてるんですけども、なんか将来的には電気から何か有用なものを、はい、機能を引き出すだけじゃなくて、はい、アミノ酸とか糖分、いわゆるその餌をあげると、はい、そのあとコスメ製品とか肉作るだけじゃなくて、はい、まあ、ここです肉ですね、細胞でできた家電を動かしたりとか、はい、あとはなんかあの物を運ぶときになんか牛のようなロボットがいて、はい、なんかちゃんと筋肉がカルネットで飼われてるみたいな、はい、なんか昔ちょうど100年前とかって牛を使って物を運んでたじゃないですか、はいはいはい、なんかそういうようなものにもう戻っていくようなシステムができたら、はいはい、あのいいなと考えた。これさっきの細胞家電って多分視聴者の皆さんピンとこないと思うんですけど、はい、あのあれですよね、だから色が変わる特性を使って、はい、
なんかテレビの。あ、そうです。画面を作ったりとか、はい、あの、まあ、今、ないやつだと、その細胞、匂いをこう細胞に作らせて、はい、で、香りを。そうですね。そんなの作らせて。カルシード辛いですけど、はい、たこ焼きの匂いとか、ラベンダーの香りとか、はい、そういう自然界が生み出しているような香りを、はい、まあ、映像に合わせて作るとか。そうですね。はい、作って、こう、出してくるような家電ができたりとかっていう今までにないものを作ることができるかなというのもありますね。はい、はい、これはすごいですよね。そうですね。なんかこうなるとそれ的にはそのインフラの中にグルコースが流れてるような、うん、そのインフラがあったりとかっていう話もしたりとかして。なるほど、はい、いやもうグルコースさえあれば電気でも光でも、はい、そうですねもう抽出できますし何でもできちゃうんですね、はい、細胞の、はい、変換能力によって。はい、で我々はその基盤となるカルトシステムを世界中の方にその使っていただくことで、はい、その世界中 その起業家であったり研究者がアイデアを使って、はい、自分たちのアイデアを社会に実装するような動きを作れることができたらいいなと考えています。なるほど、はい、これはなんか果てしない未来ですね。あとなんかあるんですか細胞家電以外の。そうですね、あとこれ個人的な興味、はい、個人的なやつで、はい、そうですね、はい、なんか将来はそのサイボーグにもう使えるんじゃないかなと思っていて、はい、私が死ぬ前にこのサイボーグの実験したいなと思ってるんですけど。ご自身でですか？あ、そうです、ね、ちょっと腕変えてみようみたいな。あ、そう、もうだから脳をそのカルエットにチャポンって入れようっていうような話よくしたりとかしてるんですけど。いやいや、でもこれ本当にそうですよね、はいはい、なんかもちろんサイボーグもってことは逆に言うと再生医療じゃないですけど、そうです、はい、いろんな機関なんかも、はい、もちろん将来的には作れるようにもなるし、なので我々私もともと再生医療の領域にいたんですけども、はい、再生医療だと今コストがすごく高くてなかなか実装できないっていうような問題、はい、まだいっぱい抱えてるかなと思うんですけども、そういうところの一つのその解決策に我々の技術が使っていただけるような時代が来ればいいなとは考えてます、はい、なるほど、はい、お肉とかができれば、はいはい、その難易度的にはそんなに変わらない、まあ、もう倫理観というのはまた全然別だとして、はいはいはい、例えば何かどこか傷んでしまったものを作って、はい、まあ、その再生医療で、まあ、はい、移植するみたいなことは、はい、原理的にはそうですね、そのいわゆる3ステップ、さっきほど説明したステップ1ステップ2のステップ2を超えていれば、はい、臓器を作ることができるので、うん、そうなった場合は、うん、そのいわゆる積極的にこう再生医療を活用するというような時代が来るかもしれないなと思います。そうですね、はい、でしかもなんかその牛の花子ちゃんの話じゃないんですけど、はい、まあ、もちろん僕の細胞から作れば、はい、その拒絶反応とかそういうのも一切ない、はいはい、わけですし、はい、まあ、言ったら本当になんか僕のスペアパーツみたいなものが作れるわけですよね、はいはい、なので今だとその豚を使って、はい、その自分の臓器を作るっていうのは技術開発もされたりするんですけども、はい、まあ、それと比べてより安全な作り方ができるようになるっていうのが我々の一つの目標にはなっています。いや、はい、本当そうですね、はい、これはもう僕もぜひですね、僕も一緒に川島さんと一緒にこうポチャンポチャンって入ってで脳みそ同士になってです ですね、この先どうするみたいな話をですね天の地はテクノロジーのロボットとかこう、まあ、ハード系っていうんですかね。あ、いや、それぜひご一緒したいなと。いや、もう本当にさっき家電と細胞家電とか出てきた中で、はい、ここに接点があったかと思いまして、はい、あ、よかったです。はい、なんかすごい面白いなって、はい、ありがとうございます。いや、本当に未来ってだからそういう意味では、はい、まあ、サイボーグも全然できちゃうってことですよね。はい、もう、はい、私のそうです、死ぬまでには絶対これを達成したいなと考えてはいます。はい、はい、なんか、ね、年代的に言うと どのぐらいのこうなんかステップで今は見えてらっしゃるんですか？そうですね、ちょっと、はい、ここにも書いてるんですけど、はい、大体2030年代ぐらいには細胞でできた家電がちょっと出てきたなっていうようなスケール感で考えていて、はいはい、で2099年ぐらいまでにはサイボーグ化してたいなみたいなのはありますね。なるほど、はい、2099年僕ちょっと死んじゃうかもしれないからなんとかもっと前出して今2050年って言ったら30年後、はい、危ない危ない、あと20年でお願いします。あと20年だったら、まあ、でも途中段階的に、はい、いろいろこう僕も頑張っておきますんで、私も頑張って生き延びたいと思います。はい、そうですよね、はい、あとまあこれちょっと僕はすごい健康オタクなんですけど、はい、
やっぱり食べることって、ものすごくやっぱりその内臓、まあこれ、しょうがないんですけどね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、酵素とか、その、っていうのはもう 50% 消化に使うんで、これが消化に使われないと、まあいわゆるその再生とか体をまあ良くする方に使えたりとかして、野生動物が病気になるとね、ずっと食べないで寝てるっていうのが一番実は再生を、体 100% 再生させるっていう、そういう意味からいくと、飲んで消化するっていうこと自体も、さっきの、まあ、これ吉原氏は置いといてるんですよ、なんかちょっと不老不死的な話になっちゃいますけど、長寿とかにもちょっとつながってきたりも、そうですね、現状そこまで考えてきてはいないんですけど、すいません僕がちょっと妄想しちゃって、なんかサイボーグとかだと、あのカートリッジの中にその栄養源が入っていて、それをこうガチャッと自分で入れたら栄養源が吸収されるみたいなのはなんかこうできたらいいなとは思ってます。なので今までと食べるっていうことと、ちょっと違ったその一面が将来的にできるかもしれないし、もしかしたらその脳を飼ってても食べたいっていう記憶はなくならないので、やっぱりなんかそのアクションっていうのを取るような経を作んなきゃいけないなみたいな話を100年後の研究者がやってれば生きた甲斐あるなって感じはします。いや確かに本当そうですよね。これはまあね、本当に皆さん、例えば、なんだろうな、サピエンス全史とか、まあいろんな、その、本があって、その、どうやって今の人間っていう形が作られてきたかっていうと、まあ僕ら体自体のメカニズムは多分10万年とか20年前に作られたメカニズムで、でも実際に生活してるのは現代のルールで生活してるから、多分結構そこにギャップがあって、まあそういったところを逆に言うと、これからのこういったテクノロジーによって、まあなんていうんですかね、こう、揃えていくっていうのは表現どうかあれなんですけどね、まあいろいろとその可能性の部分があるのかなと。まあなんか生まれてからずっと食べなければね、食べたいと思わない。いや、どういう感じになるんですかね。いや、どうなるんですかね。いや、まあそもそも人間の味覚っていうのがその毒を見分けるために発達して、今はもちろん食料のその楽しみで美味しいとかまずいとかって話になってきて、でも実際今人間が美味しいと思うものが、すなわち体にいいかどうかっていうと、実はそうでもなかったりはしていて、多分鹿島さんのこの技術がどんどん加速することによって、そういうまあ健康の部分と楽しみの部分との、まあすごくいい折り合い。いや、そうですね。どういう未来になるのかな。ねえ、だってもう、病気にもなりにくくなって、いざとなって病気になったら、なんか変えれるとかなっちゃうと、もうこれは本当に、そうですね。無敵ですよね。はい。なんか、まあそういう技術が、まあ今後、我々であったり、我々じゃない、会社も含めて、もうどんどん進んできてるっていう認識で、いるのがまあいいかなっていうところありますね。もうなんかいつまでも未来じゃなさそうな感じじゃないかなと思ってる。ちょっとなんかぼやっとしましたけど。いや全然です全然です。はい。この本当に一枚の絵を見せていただいただけでも僕はもう本当ワクワクしかしないですし。ありがとうございます。やっぱりすごくこの僕らまあテクノロジー、ちょっと分野は違うんですけど。やっぱりそのテクノロジーっていうのが我々の未来に対して、すごくこう夢と希望を与えてくれるし、やっぱりそれを、なんていうんですかね、このワクワクドキドキが、まあ人間のこう進化とか進歩に、やっぱり直接こう繋がっていくっていうのが、お話しさせていただいてて、もう本当にすごくビンビンに感じましたんで、いや、すっごい面白かったなと。いや、先ほどもね、ちょっとその、リハのところで、まさに、川島さんとこれ朝までコースですね、みたいな話もね、ちょっと出てましたので、まあ視聴者の方もですね、ぜひこういったお話なんかも、すごくご興味湧いたよって方いっぱいいらっしゃると思うので、またちょっと宣伝入っちゃいますけど、イノベースの方にもちょっと、ぜひ、そういうちょっと、Facebook コミュニティを、昨年立ち上げまして、まだ昨年そんな目立った活動できてないんですけど、今年はこういったさまざまなアマノスコープにご参加いただいた、ゲストスピーカーの皆様とかとも含めてですね、こういった今度は視聴者様とも結びついた、例えばオンラインでのこう交流会だとか、そんなところもどんどん広げていきたいなと思ってまして、でまだうちのテクノロジーとか、あるいはこんなことできるよとか、うちの会社だったらこんなことできるよみたいな、そういうの欲しいです。なんかそういうのが一緒にコラボレーションしたいですね。ご支援いただけるとすごくいいですよね。ぜひぜひ。
や、本当に我々情熱で突っ走ってますけど、まあ結構いろんな、まあお金のことだったりとか、はい、いろんなことなんかもご支援者様あってっていうところも、はい、ちょうど意気投合したところでもあったりもしますので、まあそんなことも含めて、まあこのアマノスコープを通じてですね、はい、こういったテクノロジーを知っていただいて、またなんかいろんなところで、まあディスカッションだったり、まあご支援とかなんかそんな話につながっていったら、すごくいいなと思います。はい。はい。はい。でも本当に第3回までということで、たくさんお話を伺わせていただきましたけど。ありがとうございました。はい。ということで、めちゃめちゃ面白かったんじゃないかなと思います。で、さらにね、質問とかあったら、またダイレクトメッセージなんかもいただければと思いますので、はい、また励みになりますから、いいねと、チャンネル登録の方は、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ本当、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、またねー。